皆さんこんにちは。奈良をこよなく愛する奈良オタク、忠内香織です。今日はですね、今度開催いたします日本書紀ってすっごい面白いというイベントをやります。その告知でございます。2024年3月20日水曜日で祝日、タレントの南香織さんとイベントをやります。テーマは日本書紀。日本書紀って歴史書で、しかも日本の正当な歴史書で、それってすごい難しくって堅苦しいもんでないのというイメージがあるかと思います。しかしですね、実はすっごい面白いんですよ。で、むちゃくちゃ興味深い、すごく深い、もうそういうもんでいっぱいなんですね。日本書紀は日本の歴史が書かれていますんで、それはつまり天皇の歴史が書かれています。中には一見なんだこれはというものもたくさんあって、で、それがまたいろいろ深くって面白いんですね。例えばですね、垂仁天皇の記事にこんなものがあります。垂仁天皇というと、それまで身分の高い人がお亡くなりになると、そのお付きの人々は一緒に殉死させられていました。生きたまま埋められているっていう、ちょっとむごいことになってたんですね。それを廃止した天皇、それが垂仁天皇です。日本古典文学全集に日本書紀1。ここには、垂仁天皇の記事がこんな風に現代語訳されています。古の御事、これが垂仁天皇です。古の御事は妹の大野中津姫に語って、私は年老いた。もう信仰を司ることができなくなった。今からあとは必ずお前が司りなさいと言われた。大中津姫は辞退して、私はか弱い女です。どうして高高いほくら、神の蔵に登ることができましょうかと言った。古の御事は、ほくらが高いと言うけれども、私がうまくはしごを作ってやろう。決して蔵に登るのは難しくないと言われた。そこでことわざに、神のほくらも橋立てのままにというのはこの唯円である。こうしてついに大野中津姫の御事は物の部の当地の大村寺に信奉を授けて納めさせた。磯の神の信奉を納めるのはこれがその唯円である。これって天皇の宝物の倉庫、この管理を妹に譲ろうとしたところ、あんな高い場所にあるんだったら無理、高いから無理、登れないから無理と言われて、いやいや大丈夫大丈夫、はしご作ってやっからよっていう、まあそういう話なんですよね。なんじゃこりゃって感じするじゃないですか。はしごの問題かよと思うんですけれども、でも注釈にはこんなことが書かれています。説話通りに解すると、高いほくらでもはしごがあれば登れるの意。しかしこのことわざは神の蔵もより代になるはしご次第だという意で、神はそのはしごにより降臨されるのだということを表現した。引用は同じく日本古典文学全集に日本書紀1より注釈を読みました。これを読むとですね、なるほど。なんかこう、ただのへんてこなはしごの話に見えるんですけれども、実はここにいろいろと天皇の神秘性とか、その力を宿すよりしろの話とか、そういえば橋とかはしごっていうのは何かと何かをつなぐものなんですよね。あの世とこの世とかね。神聖なものとそれを受け取るものとか、まあ、そういう類のことがいろいろ詰まっているお話のことだったのかと、まあ、興味深く広がっていくんですよ。日本書紀ってこういう一見理解が難しいけれども、実はすごく面白い話がたくさんあるんです。南香織さんとのイベントでは、まず日本書紀に触れてもらう、知ってもらうということを大事に進めたいと思っております。ぜひ日本書紀の面白さ、楽しさを知りにお越しください。イベント日時は2024年3月20日、お昼の1時半開場、2時スタートです。会場は近鉄奈良駅から徒歩5分ぐらいで到着いたします、コワーキングスペース盆地さん。詳細やお申し込みは、忠内香織のホームページ、または PTX サイトからお申し込みください。ほな、あとは安城頼んます。